最終日11レース1313全、これ小城さんと、慎太郎さんですね。1、2着固定の全流しと、小城さん1着、慎太郎さん3着のハサミ2つで勝負したいと思います。いくぞ。7番車山田下通りの外まで位置を上げ、さあどうやらまずは前で受けた故障を抑えにかかるようです。東日本ラインの上昇、ここに5番の和田健太郎が乗っていきます。そして九州勢はどう動くか。一旦近畿勢は東日本ライン3車を出して4番手のインコース、外には5番車の和田健太郎いるんですが、さらに外をスーッと九州勢上がって2番の山田陽平が打勝でまずは前に立ちました。さあ5番の和田は3番手に追い上げる、その流れに乗って近畿勢も仕掛けるか。1番の古性は4番手のアウト、2位に8番酒井詰まりました。近畿勢の後ろに9番の家康、レース3人の最終周回一気に変成から1番の後ろに3番しっかりついてて、1コーナーからにコーナー、さあ対応していくか。2番の和田陽平2コーナーで3コーナー、1番の古性の3番の陽平、さらに外から8番3番1880円、三福三福1700円、まあ着いたね2枚ってことは19000円、よし、ほぼ2枚、でけえ、マジっすか。慎太郎さんありがとう。うまかったよね、あれ中割ってきて。慎太郎さんありがとう。これいいね。2枚。でけえ。素晴らしい。慎太郎さんありがとう。